まあそれにしてもね、ウクライナ情勢がえらいことになってて、ですね国際的にはね、国際連合ですか、がロシアに避難をする決議っていうのを出したりして、経済制裁とかも強めていくっていうことで、本当に早く、何よりもね、やっぱウクライナに平和が戻ってほしいというかですね、またなんか停戦のなんか、 会談みたいなのをすするんですかね、まあ、あの本当にね、まあ、僕は日本でもできることっていうのはあのたくさんあると思いますし、まあ、それは日本がですねその核を持ったりとかね、えー、そういうことではないと、えー、っていうことは思うんですけども、まあ、その日本でもですねこのウクライナ情勢っていうのはやっぱりその関係があるというか、えー、昨日ですか、その国会 国会で国民民主党の、ま、議員がですね、予算委員会の質疑で、えー、中日ウクライナ大使、日本にいるウクライ,クライナ大使がですね、この林外務大臣に、えー、面会をですね、あのー、希望してたんですけども、まあ、約1ヶ月間、えー、実現していなかったと。まあ、これ、ま、ロシア侵攻、ロシアがですね、ウクライナ侵攻前に、あのー、 ただやっぱり緊迫してたんでね、ウクライナとロシア、ロシアがいつ侵攻、えー、してもおかしくないと、まあ、だからこのウクライナ大使も、ですね、林外務大臣と早く、えー、面会をしたいということで、面会要請をしてたんですけども、まあ、それが1ヶ月間もですね、放置されていたと、でこのことに関しては、ですね、林外務大臣は、えー 私自身は大使からの面会要望は承知していなかったと、まあ、知らなかったというふうに釈明してたんですよね。でも、このウクライナ大使はですね、面会を要請してたのに、じゃあ誰がこれを止めてたんだっていうことが、まあ、すごく問題になっていると。えー、なんか昨日の時点では中日スポーツとか、いろいろなんか書いてるんですけども、まあ、その外務省の関係者がね、あの止めてたんです。 じゃないかと、まあ、国民民主党の議員も言ってたんですけどね外務省が勝手に止めていたとすれば、これは著しい越見行為ではと、さらに厳しく追及したというふうに、まあ、中日スポーツには書いてるんですけども、でまあ、林外務大臣もこういうことがないようにしっかりとやってまいりたいと、でどういう事情だったか確認しておきたいというふうに、まあ、釈明に追われたというふうに、まあ、書いてるんですけども、これ、誰が止めてたんだっていうね、話に。 いうのが本当にね、ねもっとその早く林外務大臣とこのウクライナ大使がですねちゃんと会談していたら、止めロシアのねま侵、あ、攻だって、まあ、何がしかのねまあ、止める。 えー、一つの要素になったかもしれないのに、じゃあ誰がこれを合わせなかったのかということがやっぱり問題だと思うんですけども、まあそれがですね、今日の、ね、産経新聞に出てるのが、ウクライナ大使、私と会いたくなかったのは副大臣の鈴木さんというふうに、まあ見出しが出ててですね、まあこれまあツイッターでもあのいろいろ出てるんですけども、ウクライナの えー、コルスンスキー駐日大使っていうんですかね、これツイッターで、えー、あの書いてるんですけどもあのあ、林外務大臣の反応はとても早かったと、1ヶ月、面会要請が放置されたんですけども、林外務大臣の反応はとても早かったですと投稿してるんですよね。なののにじゃああ誰があの 合わせたくなかったのかというのが気になる。まそこをですね、このコルスンスキー駐日大使はですね、会いたくなかったのは副大臣の鈴木さんですというふうにま書いてると、これ。 ミセス・スズキとかっていう風に、なんか英語でなんか変えてたような気するんですけども、だからこれはもう、鈴木孝子外務副大臣を指していると見られるという風に、産経にも書いてるんですけども、これ、鈴木孝子外務副大臣が会いたくなかったっていうことを、このウクライナ大使が指摘していると。 ということでね、これ、僕は鈴木外務副大臣のこの、まあ、責任は、なんでその面会要請をですね1ヶ月放置してたかっていうのは、これ、林外務大臣もそうですけども、この鈴木外務副大臣もですねこれ説明責任というか、いると思うんですよね。 なんでとで、それはやっぱりね、この鈴木外務副大臣のね、まあお父さんというのは、鈴木、えー、宗男さんであるということもあってですね、これ鈴木宗男さん一心ですよね。で鈴木孝子さんは、まあ、えー、自民党なんですかね。なんですけども、いや、これはなんか、まあ言うたらですね、今日鈴木孝子外務副大臣のツイッターを見るとですね、こう週刊文春から質問状が来ていたと。 ええ、いうことを、まあ、自身のツイッターに載せてるんですけども、この週刊文春の質問状っていうのはですね、ロシアへの経済制裁をしないようにと、鈴木外務副大臣がそういう趣旨の発言をしたのかどうかっていう質問状っていうのをね、週刊文春が出してたと。えー、まあそれについて、鈴木さんはですね、自分のツイッターで、いや、そんな趣旨,は趣旨の発言は確認してないということを確認したみたいなことを、 えー、書いてはるんですよね、ツイッターにね。でも、これ、でもそれを、何て言うんですか、もう週刊文春なんかはですね、外務省情報漏れがとで、副大臣は宗男さんの娘で超進路派っていうね、まあそういう見出しで記事を出してるんですけども、まあここについてもですね、まあいろんなね、まあ、鈴木隆子副大臣としてはですね、えー、まあそういう発言は、 同、えー、う趣旨の発言はなかったことを確認しておりますというふうに、まあ、言ってるんですけども、いや、でも明確に否定というしているのかどうかっていうのもね、このツイッターの文章だけから言ったらですね、えっと思いますしね、だからそこをはっきり、僕は国会で説明責任というのはいると思うんですよね。まあ、林外務大臣もきちんとあの説明して あの調べて説明したいというふうに、まあ、言ってるわけですから、この林外務大臣にしても、この鈴木副大臣にしても、ですねきちんとあのそのそこを説明しないとね、でなぜかその週刊文春の質問状というのを画像だけ貼り付けて、えー、なんかこう、なんていうか、そこに対しての答えというのをツイッターに載せてるんですけども、いや、 それはどうなんかなっていうね、やっぱきっちり。あのー 鈴木副大臣としてもきちんと釈明しないと、ですねやっぱりツイッターで今、その鈴木副大臣、外務副大臣に対しての批判というのが、まあ、大きくなってきているわけですよね、こうツイッターのトレンドにもまあ、出ているということで、ですねだから僕は鈴木さんにとってもきちんと、えー、説明というか釈明しないと、ですね僕は。あのー どうなのっていうふうに、まあ、思われるっていうことがあるんですよね。で、まあ、ウクライナ大使が名指しで、ええー、こういうことをツイッターに、まあ、載せてたわけですから、いや、そこに対しての説明っていうのはきちんとしないとダメだと思いますね。うあん。まあ、僕はま、ね、あ本当ね、なんかその、まあ、安倍さんがね、なんか核のなんか議論を見たことかね、こう、維新もなんか核を、 核共有の議論をみたいなことを言って、まあ調を合わせてるっていうかね、安倍さんと維新が歩調を合わせてるっていうのが、まああるんですけども、いや、それだってね、 僕なんか安倍さんなんかね、この鈴木さん、鈴木宗男さんが、ま、動いたからっていうのもあって、そのプーチンさんとのこの、えー、プーチン大統領とのね、会談が実現したっていうのがあったんですけども、ま、あそれだって結局結果を出したのかというと、北方領土が帰ってくる、えー、二島返還とかっていうね、話出てましたけども、帰ってくるどころかですね、まあ、余計にそのロシアが、えー、北方領土の主権を主張してですね、まあ、あ より難しくなったわけですよね、返ってくるっていうのが、まあ、それに対してのね、僕はその、そなんていうんですか、その責任というか、本当、国益っていうことを考えると、です、ね、いや、あれは良かったのかっていうね、まあ、僕はそういうことが言われるべきで、ほんで今、あのなんていうんですか、核核の問題とか言ってんのも、僕は。 まあ、とんでもないというか、ですねあのロシアが核使うぞみたいなことを言ってる中で、そういうことを言うっていうのはなんなのかなと、そうやってその国の緊張を煽ってね、結局はですねあの日本にとって良くないことなんちゃうかというふうに僕なんか思うんですけどもね、この核の問題だったり、憲法9条の改憲の問題だったりね。 まあ余計にそのロシアとかですね、中国、まあ北朝鮮にしてもそうですけども、まあ、日本がそういうふうに、あのー、何て言うんですか、右に寄れば寄るほどですね、余計圧力をかけやすくなると。えー、日本なんかはね、も、ま、う、あ、中国とかロシアに、まあロシアでもですね、こう魚の問題とかでね、えー、やっぱり、それ頼ってるわけですよね、輸入とかね、中国とかロシアに。 だからそういうことをなんか自分たちで自分の首絞めるような方向に日本が行くことっていうのはいいのかどうかっていうのもですねやっぱ考えなあかんのちゃおうかなというふうに思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。